サラリーマンの街、新橋。さすがに10時を過ぎると人通りはまばらになるけど、それでも街行く人々はスーツの方が多い。さあ、私も気を引き締めて今日はこの新橋で一仕事する。いや、二仕事だ。というのも、私には新橋に来たら必ず訪れたい場所がある。いわば新橋の重鎮、新橋駅前ビルだ。この惚れ惚れとする昭和感。建物自体は60年くらいだけど、その歴史は戦後まで遡ることになる。そんな歴史ある建物が来年には解体されてしまう。ここを訪れるのはいわばタスクなのである。おー、なんとも言えない渋さ。地下から地上にかけては多くの飲食店が並び、サラリーマンのオアシスとして今日もこんこんと誘惑を放っている。まだ開店前の店が多いけど、逆に良かったかもしれないな。ここで誘惑に負けることはカップラーメンを作るより簡単だ。お？カフェテラス、ポンルフ？やばい、足を止めてしまった。そしてディスプレイが手招きをしている。これを見たら最後、この誘惑からは逃げれない。ハンバーグにナポリタン、まるで大人のお子様ランチ。銀皿のナポリタン、ハンバーグとナポリタン、カレー、美味しいよ。これはもうオアシスどころか誘惑の砂地獄。お腹の虫が起きてしまった。誘惑の砂地獄にまんまとハマった私は、ナウシカのあのシーンを思い出した。滑り落ちた不快の砂地獄の下には美しい世界が広がっているのだ。きっとここでも特別な出会いがあるはずだ。ナポリタンで行くか、ハンバーグをつけるか。ディスプレイから察するに、これが二大巨頭のようだ。どっちもいいなぁ。ナポリタン一択か、欲張りにハンバーグも行くか。不安だ。このボリューミーなナポリタンとハンバーグが私の胃袋に収まるのかどうか。ポンヌフバーグというのもあった。ナポリタンとハンバーグを少しずつ、パンまでついてくる。2頭を産むのは3頭を得る。今日はこれで決まりだ。あのお子様ランチのワクワク感を久しぶりに味わっている。幸せもボリュームもてんこ盛りだ。この懐かしき紙ナプキンに巻かれたフォークがすでにエモーショナル。さあ、どこから食べるか。
まずは太めの麺をフォークに絡ませて、いただきます。美味しすぎてぬふ。このぺっちゃりとしたケチャップがたまらない。甘めのトマトケチャップが太麺にしっかりと絡んでいる。うまいのトルネード。なんだか久しぶりと言いたくなるようなこの懐かしい味わい。私はこういうぺっちょりとしたナポリタン大好きだ。そのまま二口食べたら、まず仲間にしたくなるのが粉チーズくん。緑のフォルムの君は魔法使い。パーティー全員の美味しさが20アップするという特殊効果を持っている。これが必殺白魔法、美味しくなーれでござる。そして極めつけにコンボ攻撃。ハンバーグとナポリタンを同時にいただくことにする。このコンビネーションで倒せない敵はない。いざ。ノックアウトだ。小学生の頃は早く大人になりたくて、あえてお子様ランチを頼みたくなかった時期がある。今となっては進んででも食べたい。あの特別感やワクワクをまさか新橋で再び味わえるとは嬉しい。そんなことを考えていると思わずワンパク心が働いてしまった。このパン、切れ目があるということは、つまりこういうことをしても許されるということだろうか。レタスを乗せ、そしてこのぺっちょりナポリタンをたっぷりと。コントラストが最高だ。そしてハンバーグを上に添える。私、天才だ。そしてここにも白魔法をたっぷり。即席ポンヌフハンバーグの完成だ。なんだろう、この肉じゃがをご飯にかけるような背徳感。ポンヌフバーグはバーガーにもなるらしい。これは大口を開けていただきます。今月で一番幸せだ。なるほど、サラリーマンのオアシスと呼ばれている理由が今日よく分かった気がする。こんなお店が近くにあったらお昼ご飯が待ち遠しい。お昼ご飯が待ち遠しいと朝は頑張れるし、食べ終わった後も頑張れる。みんなここで今日一日の頑張るエネルギーを補充している。そんなビルが新橋駅前ビルなのだ。そう思えば思うほど取り壊すと聞いて名残惜しい。その跡地には高層ビルが建つそうだが、ぜひともこうしたお店は残ってほしいものだ。あ、ちなみにここで業務連絡をしますと、こちらのポンヌフはコメントでいただいたお店の中から採用させていただきました。皆様いつも温かいコメントありがとうございます。初めての方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そんなことを言っている間にお皿に残されたのも残りわずか。
といってもやはりサラリーマンの聖地。私が食べ終わるまでに2組以上が出て行ってしまった。みんな早い。お腹も心もパンパンだ。オアシスで充電完了です。お子様ランチといえばデザートである、カラメルたっぷりのプリンである。実は私は小さい頃プリンが苦手だったりもした。カラメル苦かったんだよな。今となっては苦いくらいのカラメルソースが大好きだ。プリンといえば新橋のあのヘッケルンのプリンもまた食べたい。いやでも暑くなってきたからそろそろかき氷を攻めるのもいい。こないだ見つけたマンゴーのかき氷が美味しそうだった。食べ物を食べながらまた別の食べ物のことを考えている。私の食欲ったら恐ろしい。孤独の女グルメはまだまだ道のりが長そうだ。